油断た。敵忘れるなよ。最近はガルーダは神に匹敵する霊力を持つとされます。ちょっと武装だからボヤボヤしてるとヤバいね。甘いんだ、焼け尽くせ。それがこれから逃げるか。バリューエンブラッシュシート切り込める。続けるを始めろ。足なしより攻撃力大丈夫か。ガリューゼンか。確変剣鏡城。はいはい、終わりです。赤き豪華に介護せよ。グランブレイム、死の深淵。
バカ剣は死よ、赤き廊下に介護せよ、グランドレイブ。すごいナイフさばきですね。他に何も隠し持ってないけどね。勘だとお宝が近くに。
仕掛けてこねえのか。散らされんのは好きじゃねえのかね。嫌な予感が拭えません。言ったろ、楽に行こうぜ。考えたってしょうがねえ。裁きだね、ロゼ。棟梁の名は伊達じゃないってね。
お宝の気配だ。任せてくれ。狂いの見送る
ポートお願い。サンの段階いい感じだ。剣の血は勘だとお宝が近くに。薬草がこの辺に生えてないか。できたぜ。まあ食えるだろう。ザビーダ、決着つけなきゃいけない相手だって言ってたよな。ああ、なんだかんだでやらずに済みそうだ。スレイさんとの出会いで新たな可能性が生まれたのですわね。そうそう、まさに運命の出会いってね。野郎なのが唯一の問題だ。バカなの。まったくだ。五大神の一人を殺す、いや殺せるつもりだったなんて。やってみねえと結果はわからんだろうがよ。ザビーダ、答えを最初から持ってて全くブレなしなんだ。意外とすごいやつ。お、ロゼちゃん俺と契約して器になってみる。調子乗りすぎだ。ザビーダ、ありがとう。ああ俺たちの出会いが救う方法を生んだってのがすげえ嬉しくてさ。お前ったく、このアマちゃん同士め甘ったるすぎだぜ。
こっからが正念場だろ。だな。ここすごいところだよ。何もかもが非常識すぎる。膨大すぎる汚れがこんな異常な光景を生んでいるんでしょう。この世ならざる景色ってところか。こんな感じなんだあの世って。あの世を見たことある人がそう言ってるしね。見たらちゃんと教えてやるって嬢ちゃんたち。それもすぐかもしれねえぜ。大丈夫ですわね、冗談が言えるのなら。ほんと、いつもの調子だよね。あなたたちも人のこと言えないと思うわ。どうよ、こういうの。頼もしい限りだ。ああ、ほんとに。マロングラッセの芳醇な香りと上品な甘み。大地の恵みが詰まった、やつの最高傑作だわ。優雅な午後のひとときにいただきたい、贅沢な一粒ですよね。そうそう、その高級感が女子を喜ばせるんだよね。女性の心がよくお分かりですのね。ははは、お菓子は女性の心を溶かす大事なアイテムだからな。マロングラスはね、手間と時間をかけて香り高く仕上げるお菓子なの。古の大王が最愛の王妃に送ったとも言われるロマンあふれるものでもありますわ。そうそう、ロマンとマロンもかかってベストくどきスイーツなんだよ。うまいこと何一つ言えてないし、口説きアイテムに使うなんて千年早いから。